阿保峠の今度下りは厳しいな。車だからまだ我慢できるけど、こんなとこオートバイで通りたくねえよな。でも岐阜県側はこんな道じゃないからな。もっと緩やかで、カーブも緩やかで、こんな180度ターンなんかなかった気がする。ジャパン峠プロジェクトの阿保峠ステッカーを買うために中野湯の旅館まで行ったわけですが、上り優先。そんなことでもなければこんな道通りたくないから。あ、でも125で来ると阿保トンネル通れないから、この道を通らざるを得ないのか。ダックスとかハンターカブとかだったらいいけど、 GSX はちょっと嫌だな。サスは硬いし、ハンドルはセパハンだし、特に下りセパハンの下りは体重が全部ハンドルにかかっちゃって、まあ4号カーブか、あと3つ。おっとっと、軽自動車同士でもすれ違いはちょっと気を使うのに、バスはどうやってすれ違いしてたのかな。こんなとこ絶対無理だよね。トラックだって通ったもんな。ああ、マイクロバス。お、中野湯温泉のマイクロバスか。客乗せたかな、分からなかったな。こっちが低すぎてバスの中が見えなかった。あ、やっぱコンクリートで横溝切ってあるから滑り止めなんだろうね。ああ、ひでえ道だって。弦の158出てもこんなようなもんだもんか。帰りどうしようかな。下道で行こうか。一度最後か。で、阿保トンネルの出口あたりへ合流と。広いだけでリラックスできるな。15度14度。はい、ここで上高地と分岐マイカー規制。もう今通年だもんな、中野湯バイって。今バスとかタクシーは通れるのか。
随分路面いいな。